教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとして、フリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも、正しいこととは限りませんので、ご了承ください。はい、それでは私のインプットアウトプットをお話しさせていただきます。今回私は朝日について調べてきました。というのも私は朝起きるのがすごい苦手で、なんかもうアラームが鳴っても全然起きれなかったりとかすることが多くて、どうやったらすっきり目が覚めることができるのかなっていうふうにちょっと調べてみたときに、朝日を浴びるのがいいっていうことが書いてあったので、朝日について調べてみました。で、朝日っていうのは浴びるとなんか自然な眠りを誘うメラトニンっていうホルモンの分泌が抑制されて、体が活動モードに自動的に切り替わるそうで、その活動モードに切り替わった16時間後から18時間後にまた自然に眠くなるように調整ができているそうです。で、私は普段閉め切って寝てるんですけど、カーテンを。でまあ、真っ暗な状態で寝てるので、その真っ暗な状態で寝て朝起きるのと、薄いカーテンを敷いて光が入る状態で寝て、どっちの方がやっぱりすっきり目が覚めるのかなっていうふうに思ってやってみたんですけど、カーテンを閉め切った状態だと、もう本当に目をそのアラームで目が覚めて もう真っ暗なので、全然朝が来たっていう気持ちも全然なくて、なかなか起きられなかったんですけれども、その薄いカーテンにした時の方がやっぱり外も明るくて、部屋の中に自然に日が入ってくるので結構すっきり目が覚めて、カーテンを閉め切った時は本当に起きるのに15分とか20分とかすごい時間がかかっちゃったんですけれども、薄いカーテンにしたら5分以内でこうすっきりと目が覚めることができました。で、朝日を浴びるのもどれぐらい浴びたらいいのかなっていうふうに思って、こう結構1分とかすごい短い時間から10分ぐらいまでちょっとやってみたんですけど、1分だけしか浴びないとなんかあんまり気持ちにもやる気が入らなかったりしたんですけれども、それがなんか5分10分ってその長さが長いだけ気持ちもすごいやる気も高まっていて、いろんなことにも挑戦しようっていう気持ちになりました。で、朝日にはなんか幸せホルモンって呼ばれているセロトニンの分泌もあるそうで、なので朝日を浴びるとその幸せな気持ちになるそうです。で、今まではカーテンを閉め切ってたので本当になんか朝日を浴びずに過ごしてて、なんかやる気がなかなか起きなかったんですけど、やっぱり朝日を浴びるようになってからすごいいろんなことが楽しく思えるようになりました。でそれ以外にも免疫機能を高めるビタミン D の生成にも朝日っていうのは関係してくるそうです。雨の日とか曇りの日っていうのは朝日って浴びれないんじゃないのかなっていうふうに思ったんですけど、雨の日でも曇りの日でも朝日っていうのは出ているので、やっぱり毎日浴びることが大事だなというふうに思いました。今回朝日について調べてみて、本当にたくさん浴びることによってこう自分の気持ちも高まっていきますし、やっぱり子どもたちと接する上でその元気とかって本当に大事だなって改めて思ったので、もちろん自分自身もこれから毎日しっかりと朝日を浴びて過ごしていきたいですし、子どもたちにも朝日を浴びるといいんだよっていうふうに教えていきたいなというふうに思いました。これが私のインプットアウトプットです。ありがとうございました。